こんばんは、経営コンサルタントの中野です。今日も中野雄二の草コイン新聞社会人サークルを始めていきたいと思います。草コイン新聞購読視聴規約、ここでねこの動画をお聞きいたしまして、ここに記載されている第1条から第7条の文言を一語一句読み飛ばすことなくお読みください。どっか一箇所でも承諾できないという方がいらっしゃいましたら、あなたはこの動画を続けることはできません。 LINE に登録して感想を送ってみてください。令和3年4月29日木曜日、草コイン新聞 FX 中野研究会。月日が経つのもね本当に早いもので、今年ももう4ヶ月間がね終わってしまいました。1月2月3月4月ですね。でもうねゴールデンウィークに入ってる方もいらっしゃるかもしれないですね。今日お休み、昭和の日で休みでね、明日休んで飛び石連休でね、明日ね有給休暇休んでね、ゴールデンウィークという方もいらっしゃいます。で今年もね去年と一緒で新型コロナウイルス感染拡大に伴ってですね、やっぱり、まあ、全国的にですね、まあ観光しに行こうとか宿泊しに行こうっていうのはね、まあ、自粛ムードが高まってしまってですね、まあ特にここ東京近郊はですね、まあ寂しい気分でいっぱいですね。で特に飲食店レストランなども8時で終わりですからね、ファミリーレストランとかもう8時で終わっちゃいますから、夕食難民がね多いんですよね。僕たちみたいな普通の一般ファミリーもですね、ちょっと気抜くとですねもう7時になってますからね。で7時になるともうオーダーストップになっちゃってね、お店入れてくれないですから。だからデニーズとかねサイゼリアとか入れてくれないですから、だからコンビニでねお弁当買って過ごすという、こういうまあひどいね毎日が続いてるんですよね。寂しいですね。皆さんはいかがでしょうか。そしてまあ今はね東京、千葉県松戸市に今日帰ってますけども、外はちょうど大雨が降ってますね。時刻は夜の10時22分ですね。先ほどライブをね始めようと思ったんですけど、まあ多分自宅のねインターネットの電波の環境が悪くてね、今日はくるくるが多くてライブができませんでした。まあね明日からね分かんない、明日か分かんないけど、実家でねライブをやるつもりですので、実家のネット環境は非常に強烈なのでね、強力なので、くるくるはないと思いますからね、皆様にご迷惑かけることはないかと思います。はい、それでね、まあ、皆さんご存知の通り、私はですね今母親のね実の母親の介護をメインにやってまして、メインっていうか数兄弟の中ではメインでやって、僕と兄貴と2人でやってるんですけどね、まあ2人で半分ずつぐらいやってますけれども、意外と手がかかりますねやっぱね。はい、でまあ病院でねある程度そのリハビリもしてくるもらってですね、大腿骨骨折してしまってね、そしてもう歩けますからねとか言ってたんだけど全然歩けないしね、立てますけどからやったけどやっぱりなかなか立てないですよね。でほらトイレとかもね大変だし、まあ歯磨きとかねお風呂とかいろいろありますから、ただ本人がねやっぱり立ちたいとか歩きたいとか言って手貸してしまうと歩けなくなっちゃうんですよね。本人もね、本人もああ楽だってなっちゃうから、だからそこは心を鬼にしてですね、自分でやってできるって言って、どんな時間かってもいいから立ってみてとか歩いてみてって言わないといけないですね。
そこがやっぱり辛いところでですね、なかなかどうしようですね。しかも24時間ですからね、家の中でもうっかりすると転倒してしまってね、頭打ってしまったり、もう片方の大腿骨骨折したら、もう今度こそ車椅子になってしまいますからね。ですから、まあ皆様もね、そういう介護した時あるよとか、今まさにしてますよというような方 いっぱいいらっしゃると思うんですよ。で、僕もね、ようやく50になってですね、こういう親の介護の問題に直面してるわけなんですけども、まあ大変ですね、これ。あの、子供が生まれた時よりも大変かもしれないね。子供生まれた時も夜中2時間おきに泣くからね、ミルクあげるのも大変でしたけど、おしめ替えたりね、本当大変、本当に大変で、永遠に続くのかと思いましたけどね。あの、そう長くは続かないからね、いいんですけどね。うん、親の介護は、あの、まあ、早く終わってほしいなんて思ってはいないですけどね。いつまで続くのかなとは思いますね。で、まあ、本日のお題として、ドル円、FX と仮想通貨と雑談ということでね、まあ、今日も雑談を先にやってしまいましたけども、まあ、親の介護っていうのは、やっぱり、難しいですよ。やっぱり普通の人は働いてますからね、50歳とかね、60歳の人だったら。あの、働かないと食っていけないしね、あの、住宅ローンもあるし、子供のね、教育費もあるから。まあ、僕はプータローですから、仕事してないから、してないっていうか、してますけど、まあ、あの、パソコン一台あればどこでもできる仕事なんで、まあ、実家でね、あの、介護しながらでも全然できるんでね、いいんですけど、普通の人は、まあ、コロナ禍といえども出社してる人多いですよね。そうすると、介護できないですよね、24時間介護なんてね。で、じゃあ、ということで、どっか施設預けるしかないですよね。老人ホームとかね、デイサービスどころじゃないですよね。朝出迎え送ってね、夕方出迎えられないですもんね。普通の仕事だったら夜帰ってくるからね。だから、じゃあそこでどうするかって、まあ大体ね、女の人が会社を辞めて親の介護をすると、まあ本当に、まあそれか旦那がね辞めるっていう人、まあ、旦那さんがね結婚してなくて奥さんいないから、じゃあ俺がね、長男が辞めるしかねえなっつって、働き盛りの55歳ぐらいの部長がね、いきなり辞めて親の介護っていう人もいっぱいいますからね、世の中で。退職金も食いつぶして親の年金で暮らして、あの、ボロボロになってるっていう人もいますからね。やっぱそういう中で、やっぱりお金があると、やっぱり、あの、豊かな、お金があるとちょっとゆとりが出ますよね。だからそういう意味ではさ、あの、まあ、あの、動画タイトルにも書きましたけど、FX、まあ、FX っていうのは介護しながらでも全然できますからね。あの、四六時中見てる必要ないですからね。毎日見てる必要もないですからね。だから FX で、まあ、大金を稼いでいきながらですね、まあ、あの、あと介護保険を使いながらですね、デイサービスを使うとかしてですね、あの、自分だけの負担じゃなくて社会全体で、まあ、負担してもらっていただく方向にしながらですね、まあ、自分は自分で、その親がデイサービスに行ってる間にですね、社会から取り残されないようにですね、何か、まあ、インターネットを使った、まあ、ビジネスができないかとか、まあ、あの、実家の地域でね、まあ、社会活動とかボランティア活動ができないかっていうね、ことを探すっていうのは、やっぱり自分自身もぼけないようにですね、そして、まあ、介護疲れにならないようにですね、するのには必要かなと思います。またお金がね、こっち右の写真みたいにこんなたくさんあれば、
いろいろあるじゃないですか。なんか介護疲れでもちょっとポルシェでも買ってブーンって飛ばせばね、気が済むだろうとかね、まあ家を豪華にする必要はないと思いますけど、なんかゲーム買ったり趣味のもの買ったりね、まあ温泉とか海外旅行とか行けないでしょうけれども、お金があれば気が休まるっていうのもあるかなと思いました。思いますね。あの何買うでもなく、何か楽しいことを海外旅行行けるわけでもなく、親の会があるからね。ただあの疲れないようにしないとね、途中でね、ギブアップしないようにしないと、まあ永遠に続くものですからね、これはね。あのコロナと一緒で、ウィズコロナと一緒で、ウィズ介護ですから、あのか、まあ、介護なくなるときは親が死ぬときだと思いますけれども、まあ、親の介護を死ぬの、親がね死ぬのをあの待ちわびるっていうのは本当に非常にも虚しいことですから、なかなかね、ちょっとそれは虚しいですから、できないですね。はい、でこれドル円はですね今109円台ですね。109円13、12、13でですね、昨日の、あ、今朝のあれか、今朝の朝3時のですね、FOMC、政策金利発表で、爆下げしたんですよね。すごい下げたんですよ。108円42まで下げたんですよね。それで、私、まあ、出だしが遅かった辺、放置しちゃってたんですよね。で、一番、夜ぐらいね。そしたら朝上がった108円の、40銭まで下がったんですよ。これね、これで刈られちゃってさ、その4000円刈られちゃいましたね。4000円ね、4000円スタートで調子乗ってたんですよ。調子乗ってて、ここら辺から4000円スタートやってて、まあ、1枚なんですよ、ここでね。どうだどうだってね、2倍になったとか言ってたんですけど、落っこって刈られちゃって、まあこね、ここら辺で追いポジしなければって、あの朝起きたら刈られてましたね。朝6時ぐらい起きたら、ですぐにクレジットカードで1万円だけ入金して、またここら辺にいっぱい入れたんですよ。だからブイーンって上がって、上がってですねやったやったって調子乗ったんですよ、また今日ね。またそしてやったやったっす、ガーンって下がったんですよね。9時半の指標発表でものすごい下がっちゃって、あ、ちゃ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 あ、ちゃちゃ、これが FOMC、 これ F、ごめんなさいだってこれが M30 ですね。でものすごい下がったんですよ。で4000は刈られました、1万やったら1万4000あったんだよね、これね。1万円の利益と4000の元本があったんだけど、1万円の利益がなくなって4000の元本もなくなりました。入金したんです、元本1万円入金したんです。そしたらあの上がっていったんですよ、今日ね。そしてさっきですね、ここで1万2000円になったんですって、利益が5000円になっちゃって、どうしようどうしようどうしようと思ってたら、バーキンって上がったんですよ。9時半の指標発表前にあの上がっていったんですよ、期待上げで。そして9時半になったらバーキンって下がって6000円が、まあ、5000円よりはいいですけど、どうしよう、でも6000円で利確しちゃおうかなと、これまた落っこっていっちゃうのかなと思って、そしてまたこれ刈られて、この1枚もなくなっちゃうかなと思って、どうしようどうしようって、もじもじしてたんですよ、この6000円ね。もじもじしてたら、これまだ6000円ある、どうしようどうしよう、牛丼10杯食えるじゃん。どうしようどうしようって、で、さらにグーンって下がったんですよ、グーンって、さらに、グーンって、うわ、もうダメだ、俺死ぬ。蹴られました、蜘蛛の糸で、芥川龍之介の蜘蛛の糸のように引き上げられました。これは良かったね。この爆上げ何なんだって。何なんだって。で、今は1万4000円ぐらいですね。1万円スタートですね。1万4000円ですね。今見ました。あ、ここですね。今1万4000円も残ってます。だから、元本入れると2万4000円になってますね。ああ、良かったなと思って。まあ、それでね。まあ、一番上で利確しとけば1万円の利益になったし、利益1万円で取れたし、ね、今日は1万4000円、
まあ、元本、まあ、元本これは4000ですけどね、これは1万円ですけどね。じゃ元本がもっとまあ5万円ぐらい取れるのか。うん、なので、まあ FX ってそこそこ毎日食っていけるなと。ね、まあ、1万円とか1万4000円じゃ食っていけないけど、1日では。まあ、あの FX でも食っていけますよね、十分ね。でしかも、まあ、ある程度ね、こう、元本に対して、元本と同じ金額利益が出たら、まあね、もうそこで望まなくて、それじゃ望まない、利確すると。というね、あのそういう約束してれば、そんなに大きく負けることはないし、まあ、最高利益から、まあ、10%はもうそこで利確するっていうのもいいしね。まあ、こういう移動平均線を見ながら、あ、これ以上上いかないな、平均線とか、を望まなければ、あの10万円でね、FX やるんだったら、1日の利益はまあ10万円になったら、まあ、利確して、また明日、5万か10万稼ごうと。まあ、そういうのをね、続けていけば、介護しながらでもですね、十分、しかもスマホでいいからね、パソコンなんかいらないから。僕もスマホで儲けてますから、どっちかというとスマホ。うん。トイレ入ってる時も、親の介護してる時も、ちょろちょろ見れますからね、そこら辺、机に置いとけばいいんでね。なので、僕は、十分ですね、介護してるから仕事できない。だから、親の、ね、年金でね、貧乏生活なんだ、それ仕方ないことなんだ、じゃなくて、まあ、それでも、一応、FX っていうのは、介護をしてくれるね、あの人たちの味方になっておいてください。そうすればですね、まあこれはもう700万円ですね、利益ね。さっきね、もうバギューンって上がって700万、プラス300万、ほとんど倍。700万大きいよ。700万使い切れないから。ね、車買っても、ね、中古車15万円の車買っても使い切れないから。何台買えんのって。100台買っても大丈夫って感じですからね。だから FX は本当にね、あの弱い人たちの味方だと思うんですよ。僕もそう、あの社会的弱い立場の大学行ったりね、大学院行ったり、まあいろんな、あの今までできないことも、はい。で次に、あの仮想通貨ですね。一回松戸の自宅に引き上げています。あ、200円じゃん。あ、ビットコイン、あ、リップル151円、体のやつは150円ですね、約ね。おい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 、同時33。あ、ユニスワップ上がったね。おい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 、V チェーンはそうでもないと。チェーンリンク上がりましたね。もう3900円、手出ないね、これね。4000か。ステラおばさん。シータ、ファイルコインも上がってるか。ドローン。パンケーキスワップもすっごい上がってるね。20% 上がってるもんね。パンケーキ、テラ、イオタ、イオス。ああ、すごいね。ポリゴン、やっぱポリゴン上がりますね。ポリゴンはね。もっと上がってくるかもしれないですね、ポリゴンはね。あれ、ちょっと待ってね。結構いい感じですね、やっぱりね。ちょっと金が入ってきて、ファントム。あ、ファントム。ファントム？ファントム来た？ファントム来たか。デントは 1.26 か。IOST はぼちぼちやな。ちょっとお金入ってきて、やっぱイーサリアムですね。イーサリアム30万円。結構初めてなんじゃない？イーサリアム30万円になっちゃうなんて。初めての価格じゃない？初めてのお使いなんじゃないのこれ。イーサリアム？嘘。すごいっすね。はい。まあ僕はね、どっちかというと、やっぱり仮想通貨はわかんないですね。どこまで上がるのかとか、一旦どこまで下がるのかとかっていうのがわかんないんですよ。それに比べ、やっぱりドル円っていうのは、
結構歴史が長いんで、伝統と格式があるもんですからね。だから歴史が長いから過去データがたくさんあるからね、分かっちゃうんだよね、誰でも。結構分かっちゃうんだよ、誰でもね。あ、こういうパターンだったら下がっても大丈夫みたいなね。どうせ下がるから大丈夫大丈夫って言ったら本当分かんないんだ、こうやって。いや、俺ここ一回これ下がった時俺死ぬかと思ったよ、これ。ここ1万2000円ぐらい夕方親の介護、あ、昼か、夕方かな、親の介護しながらやったやったって言ったら、ちょっとね、うとうとして、いい実家でうとうとしてたら爆下げになってさ、5000円ぐらい、4000円ぐらいかなってて、おー、正面ちびりそうになりましたよね。介護やってる場合じゃねえやと思ったよ。またこう上がってきて、夜やったやったーと思ったら、9時半のアメリカの指標発表が悪くて、またビューンって下がって、これまた5000円ぐらいになっちゃって、もう絶望でしたよ。親の介護どころじゃねえやーと思った瞬間にバキューン、あなたは天国に救われました、やった、やっぱり親の介護やっぱりいいよねって、明日も元気よくやっちゃうかな、ルンルンって感じでしたね。やっぱり僕はね、あのセブンイレブンのアルバイトやってたからマシだよと思ったけど、そうでもなかったようですね。はい。で、パソコンの方では711万円ですね、利益がね。なのでこれ結構使い切れないよ、700万で。これ今までの利益が、2500万だから、トータルで3200万ですね。はい。で、これまた1億円までにしますからね。3200万なので、3分の1ぐらいは終了しましたから。結構簡単でしょ、FX って。ね。みんなも、皆さんもですね、まあ、長野研究会は、はい。長野研究会は一月1万1000円しますが、90円でもいい。一月90円払ってくれれば、LINE グループに入れますからね。そうするとある程度情報は入手できますから、LINE グループでね、流してますからね。あのドル円の ここでやっぱり買いだよねとか、ここでやっぱり売りだよねとかっていうのは、あの逐一、毎日逐一流してますからね。はい。あとどうやって買っていけばね、どうやって買っていけば、まあ、あの、先週、はですね、先週というか、まあ、今月か、今月1ヶ月かけて、あ、3週間かけたのか、1万円から、1万円をですね、35万にしました。はい、1万円を35万にしました。だから利益34万ですね。はい、どうやってやったのって、どうやってやったのって言ったら、あの、追いポジしていくんですよね。追いポジしていくんです。最初からそんな、まあ、マックスで18万通貨入れてますけど、1万円で18万通貨足りないんですよ。888倍使ってもね。でもそこを、あの、どうやってやっていったのっていうのは、もう逐一、ここで追いポジする、ここで追いポジするって、あの、リアルタイムで言ってますからね。で、それ同じことやれば、あの、同じ金額になります。あとは、最後まで信じられるかどうか。あの、大体まあ、あの、途中でね、もう、利益が20万になったので、もうここで利確しますっていう人もいますし、あ、それはあの、いいと思いますよっつってね。で、なかなかその先行かないから、あの、行ったり戻ったり行ったり戻ったりして、10万になっちゃったね、利益がね。で、20万になったり10万になったり20万になったり10万になったりっつって、その先行かないとダメですね、30万っていうのはね。で、そこでまあ、ほとんど 99% の人は、10万20万を繰り返してる中で、もうしびれ切らしてね、先生悪いですけども、こう20万今なってますから、ここで、あの、ちょっと利確させてくださいって、ああ、いいと思いますよって。で、僕は、あの、その先行くと知ってるからね。で、みんなにも行くって、 100% 行くって言ってるんだけど、まあ、もう信じられないですよね。もう何回も何回もやられてるんでね、10、20、10、20ってね。で、僕はもう何回ね、20回でも30回でも来いよと。で、そうすると、どっちが勝つかと、忍耐の勝負ですね。で、やっぱり僕は30、スポーンで、レンジ抜けてね、そして34万の利益を獲得しました。
それはね、なぜ獲得できるかって言ったら、もう裏テクがあるんですよね、ドル円ってね。確実、絶対確実なね。でその、裏テクニックに従えばいいだけで、あとは目先の雰囲気に騙されないことですね。はい。目先の、だから目に見えるものっていうのは全部まやかしなんですよね。はい。目に見えるもの、手に触れるものっていうのはまやかしで、空即是色、空即是色、色即是空ですよね。はい。これ弘法大師空海が言いましたけども、だから盲目なれと、そして耳聞こえなくてもいいんだとね、耳に聞こえるもの、誰かのささやき、つぶやき、そして噂話、それに惑わされるなと、目に見えるものに惑わされるなとね、手に触ったものに騙されるなと本物っていうものは、本物は目にも見えないし、手にも触れないし、耳も聞こえないと、ね、そのものをつかみ取ると。そうすれば、このね、中野先生のようにですね、1万円から、僕は最大64万までしましたけど、あとは追いポジでね、次は5万スタート、次は10万スタート、次は20万スタート、50万スタート、100万スタートで、もちろんその1億とかね、同じようにやって同じようにいきますから、1万円から64万にしたら64倍ですからね。元本に入れば65倍ですからね。先週利確したやつだったら35倍ですからね、元本のね。そしたら 100万円からスタートすれば3500万ですから、はい。じゃあね、100万円からスタートして3500万、じゃあ200万からスタートしたら7000万ですからね、もうね。そんな感じで、ワントレードで1億なんていうのは結構いけるんですよね。でそれは途中でビビらないこと、そして、目に見えるもの、手に触れるもの、空即是色、色即是空、空即是色、この世はすなわち幻なんだとね、全ては幻なんだと、あなたの心に従いなさい、あなたの心は先生の導きに従いなさいと、いうことでございます。で先生の導きというのは神様からのおぼし召しでございますからね。 FX の神様、すなわち万物創造主でございますね。だから皆さんもですね、ああそういう世界があるんだと、スピリチュアルとちょっと違うなと、スピリチュアルは仮にならないけど、怪しいけれど、長野さんの言ってることは、お金になるスピリチュアルだなと、FX のね。そんな感じでですね、ぜひぜひまたね、明日、ちょっとね、明日からちょっとライブできるか分かんないですけど、ライブできる、明日できないかもしれないけど、明後日からはできると思いますからね、またね、実家の方でやりますから、パソコン持って行ってね。なので、お付き合いいただければと思います。それでは、今日はどうもありがとうございました。千葉県松戸市より、トム・クルーズがお伝えいたしました。おやすみなさい。あれ？こっちになってた。あれオレンジ缶になってた、ずっと。すいませんでした。失礼します。え、嘘。
皆さんこんにちは。